わけがわかりません。はい。僕ですね、さっき仕事が終わりまして、帰りがけにツイッターなんとなく見てみたんですけど、すごいざわざわしてまして、何かと思ったら、まあ、これですよ。まあ、皆さんご存知だと思いますけど、一応読みますね。はい。小田奈々、佐藤しおり、鈴本美優、平手友梨奈に関しまして。はい。欅坂46のメンバーとして活動してまいりました。小田奈々、鈴本美優は、この発表をもちましてグループを卒業しますと。で、平手友梨奈はグループを脱退いたします。在籍中はたくさんの応援いただきありがとうございました。まあ、この3行だけでも意味がわかんないんですけど、とりあえず次いきますね。 また、佐藤しおりは本人からの申し出により活動を一時休止いたします。活動再開のめどが立ちましたら改めてご案内いたします。だそうです。何度読んでもね、意味わかんないっすね。僕がこれ見たのが確か11時40分ぐらいなんですよ。で、今撮影してるのが 11時58分なので、まあ20分近く経ってるんですけど、それでもね、まだちょっとなんか理解できてない。頭が追いついてないっす。頭追いついてないのよ、もう。卒業発表だけでも頭追いついてないのに、この発表をもちましてっていう言い方やめない？本当に。毎回思うんだけどさ。だってさ、今日でしょ？この発表をもちましてっていうことは。23日、1月23日ですよ。1月23日をもって、卒業でしょ？まあ、それも意味わかんないですけどね。で、まあ、平手は、まあ、グループ脱退しますだそうです。まあ、脱退っていう言い方は、これはなんか本人が、まあ、あえて分けろと言ったらしいので、まあ、これに関しては別にとやかく言うつもりはないんですけど、脱退ってでもさ、わかんない。個人的なあれかもしれないですけど、いい意味で使われるのかな、脱退って。まだ卒業の方がなんかいいような気がしますけどね。ね。っていう感じで。まあ、サトシはしばらくメッセージが来てなかったりとかで、まあ、一応活動休止という感じらしくて。やっぱわかんないわ。やっぱわかんないわ。正直わかんないわ。まあ、9枚目シングルが、まあ、出ますよと。まあ、2020年以降出ますよって言っててこれですからね。で、この発表をもちましてっていうことは、9枚目には多分いないわけでしょ。それで作り直しになったってこと？もうそれもわかんないよ。もう なんか本当にだから発表されてすぐに撮ってから、自分も全然わけわかってないんだけど、ねえ、なんかさ、だって一気に4人だよ。4人。1期生が。これ本当に、由々しき事態ですよね。冷静に考えて。なんかな、やっぱポジティブに考えられない部分はありますね。やっぱり。その、今までの欅坂っていうグループがやってきた、活動とかも含めて、本当に今で良かったのかなっていうのは、すごい、思うし、なんかもうこの急なやつ本当やだ。もう、まあまあ正直ね、小田と鈴門に関しては、今までの欅のメンバー、まあ卒業していったメンバーのムーブメントと同じようなことが起こっていたので、まあ、遅かれ早かれね、まあこういうことになるんだろうなとは思ってたんですけど、何なんだろうね、この感じね。この言語化しがたいんですけど、これも。わかんないっすわ。本当だけど、だから今日の動画も、こっからちょっとわかんないしか言わないっすよ。わかんないっすよ、でも本当にわかんないっすよ。まだちょっとね、やっぱ、多分ここ数日はね、まだ多分理解にできないと思う。自分の中で整理がつかないと思います。それぐらいのことが起こってます。はい。ね、なんかさ、まあ、ここだからすごく率直なこと言いますけど、僕、なんかね、欅好きになった時はこんなんじゃなかったんだよね。まあ、
皆さんご存知だと思いますけど、いつしかね、なんか卒業メンバーも増え、なんか1期生が続々といなくなり、なんかね、ほんと好きになった時とはもう全然違うグループにすら見えてきてますもの。っていうぐらいね、やっぱここ数年のこのグループの、なんだろう、変遷っていうのは凄まじいものがあったんですけど、ここまでされるとね、もう、わかんないわ。ほんとね、なんだろう、理解できてないから、理解できてない自分を客観的に見て、なんかちょっと、笑っちゃうんだよ。わかんないよ、ほんとに。そう。なんかね、そう、昔はね、本当になんか、すごい安心してね、応援できるグループだったんですよ。変わったよね、変わった。変わったし、なんかね、ファンの方もやっぱコメント欄とか見てると、これがいいんだよっていう人がね、なんかやっぱ多いのよ。この、なんか、何が起こるかわからない、感じが、欅らしくて好きみたいな、コメントがすごいね、来るわけですよ。だから、そういう人はこういうことも含めて好きって言ってるってことだもんね。だから、わかんないけど、いいのかな？いいのかね？わかんないですよ。僕はもっとね、安心して応援していきたかった。んなことになるとは思ってもなかったな。まあ本人たちがね、そう決めたのであれば、まあまあ、いつも言ってますが、僕らがとにかく言えることはないし ないしね、何も、ね、口出ししたこと何もね、変わらないので、まあまあ、何も言えないんですけど、でも、この、わけわかんない気持ちは、とりあえず吐露したかったんですよ、コメント、動画で。っていう感じです。僕は、い。 いやー、意味わかんないな、意味わかんないわ。まあ、正直ね、まあ、正直、まあ、平手が今までずっとセンターやってきて、で、まあ、2期生が入ってきてっていうところで、まあ、どっかでまあセンターの交代とかは、まあ、あるんだろうなと思ってましたけど、まあ、これでね、もう否が応にも他のセンター、欅の顔を立てなければいけなくなったわけじゃない。だから、まあ、逆に今後の、ね、グループとしての活動がどうしていくのかっていうのはちょっと気にはなりますね。はい、気にはなります。どうしていくのか、これからその今までね、ずっとセンター固定でやってきて、で、まあ、スズモンっていうね、本当にダンスとかパフォーマンスの支柱であったメンバーも抜けて、そっからどうなるのか、僕はちょっと気にはなります。でもやっぱファンは減るのかな？減るのかね？まあ、やっぱ平手さんがいない欅はね、なんかやっぱ違うよねって思われないようにね、なんかまあわかんない。こっから路線変更していくかもしれないですけど。まあ、一応ね、そんな僕は、まあ全然まだ応援していく気持ちはあります、正直。まあどうなっていくのかっていうところの興味はありますけど。五人囃子とか好きだったな。好きだったよ。アイのポエトリーとかどうするんだろうな。こっからだよ、だってグループとして大事な時期って。なんか、まあ、アニラも多分控えてると思うし、9枚目も出すっていう中で、ちょっとね、こういうことがいきなり起こるっていうのは本当に僕は解せないです。なんかこの感情ってもしかしたら時間経つと怒りに変わってくるんじゃないかなって思います。それぐらいわけがわからないことが今起きております。はい。なんかまああるのかな、番組とかでその辺のフォロー的なものはね。まあ、スズモンとかダニとかのなんか、
一言コメントみたいなやつはあるのかもしれないし、ないかもしれないし、グループとしてどこに向かっていくのかっていうのは本当に予想できないですけど、まあ僕たちは見ていくしかないので、はい、まあ応援していこうと思います。喋ってるけどわけわかってないな、今マジで意味わかんない、意味わかんないわ。まあ、なんかまた気持ち落ち着いたら、落ち着いたのがまとまったら動画出しますね。とりあえず今はそのこの発表された時にしか多分話せないことだったりとか、その場の空気感とかでしか出てこない感情っていうのはあるはずなので、一応カメラは回してみましたが、まあ多分支離滅裂なことしか言ってないと思います。はい、ではまあ皆さんはどう思ったかぜひコメント欄に書いてください。はい、終わりです。終わり。